航空自衛隊、アメリカ軍と大規模共同訓練、沖縄で。航空自衛隊が18日に沖縄周辺区域において大規模な日米共同訓練を実施したと発表しました。こちら航空自衛隊からは戦闘機20機が参加。アメリカ軍は空軍と海軍、海兵隊の F35B などの戦闘機と B1 戦略爆撃機、 早期警戒機機など19機が参加をいたしましま今回の共同訓練では合わせて39機が敵と味方に分かれて戦う防空戦闘訓練などが実施されているようでございますが現在中国が日本の尖閣諸島を侵略しているためそういった中国の侵略に対抗するためにこのような大規模な共同訓練が 実施されたものと見られております。日本政府には今後もこういった共同訓練を継続的に実施していただき、またできればアメリカ軍だけではなくオーストラリア軍などとも共同訓練を実施し、さらに中国に対して圧力を強化していただくようお願いいたします。以上になります。 ご清聴いただきありがとうございました。